信頼できる同期、先生、そしてライバル、ヒーロー好きにはたまらん要素満載の学園バトル作品、それが僕のヒーローアカデミア、紹介するぞ。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。状況をお伝えします。アニメ1期全13話鑑賞済み。この作品、堀越康平による日本の漫画作品です。ちなみにこの作者さんとは監督実は同い年でして、誕生日1ヶ月違いでした。略称は、ヒロアカ。週刊少年ジャンプより2014年から連載開始。コミックス第1巻発売時には、即完売となり、発売翌月には発行部数30万部突破。2021年4月時点ではコミックスの国内累計発行部数3700万部。2016年アニメ化開始、現在5期まで放送中。アメリカやフランスなどにも高い人気を誇り、現地の漫画市場を牽引する存在。コミックスの全世界累計発行部数は5000万部突破。劇場版は3本出ております。主な作品はこちらの作品。あらすじ。無個性だった主人公が最高のヒーローを目指して成長していくヒーロー物語。世界観。犯罪や事故に立ち向かうヒーロー職業たちが生活を脅かすヴィランから市民たちを守る。誕生秘話。堀越康平さんは2007年に漫画家デビュー。翌年、読み切り作品僕ヒーローを発表。その後も大間ガドキ動物園、先生のバルジを発表するも、短期間で連載が終了。そして精神的に落ち込んで創作活動が停滞。そこで当時の担当者はこう語りました。君は悟空やルフィのような主人公は描けなかったが、こういうオタクっぽいやつは描ける。そして堀越さんは過去の読み切り作品から特別思い入れがあって、一番描きやすかった作品を膨らませます。それが今回紹介する僕のヒーローアカデミア。堀越さんは語ります。ヒーローのかっこよさは戦闘じゃなくて人を救うこと。そのため主人公のデクやヒーローたちは市民を助けるときは悩まずに飛び出せる人物を描かれていることが多いです。なおですね、キャラクターデザインは目のアップだけでキャラクターをすぐに判別することができるように描かれております。初語り開始。はい、ここからはですね、監督目線でシンクロ率 120% のここがいいなっていうところでピックアップして紹介していきたいと思います。はい、でまずこの監督ですね、なぜこのヒロアカを見ようと思ったかと言いますと、最近ですねアニメーションにすごい感銘を受けております。鬼滅の刃、ゴッドイーター、そしてですねこの作品に続く最高の作品に出会いたいがために様々なアニメを調べました。鬼滅の刃はめちゃくちゃ大人気ですよね。まず大人気であること、そしてフィギュアがたくさんあって、一番くじも紹介しているボリュームがあって、かつ劇場版も作られている、そういった意味を踏まえてと見たいなと思いました。そして監督が大好きな学園ものとヒーローかける学園合体した、これは絶対に間違いない作品だなと思い鑑賞を始めました。まず第1話、この第1話監督鑑賞したんですけども、なんか、デジャブ感があるなと思いました。でね、よーく思い出してみると過去にねこれ1話見てたんですよね。というわけでデジャブ感があったから、この部分に関して誤算でした。正直第1話はそのデジャブ感があったがために 100% 飲み切れなかったんですよね。ただ来るものはたくさんありますし、2話3話以降はもう心がギューンと持っていかれました。第1話ちょっと軽くね、こんなストーリーなのかを紹介していきたいと思います。はい。で、まずやっぱ本作を語るには、主人公、緑谷いずくと、もうめちゃくちゃヒーロー、オールマイト。この二人がとても重要です。この二人のどちらかがね、消えたりしたら、この話はもう全部ね、全然違うストーリーになってしまいます。まあ、それぐらいこの二人がね、つながり関係性はね、めちゃくちゃ重要な要素となっております。世界観なんですが、超常能力が全人口の8割持っております。デクのですね、クラスメイトもほぼ全員持っていて、デク一人だけ能力がない無個性なんですよね。そんなデクのですね、お母さんも簡単に物を引き寄せることができる能力を持っております。ちなみにこちらで監督が大好きなエナジードリンク、ゾーンインフィニティゲート、めちゃくちゃ飲みやすい乳酸飲料カルピスに近いような感じですね。コンビニなどで売っておりますので、興味がある方ぜひ。この白い缶がねめちゃくちゃシンプルで大好きです。はい。でこのね、主人公のデク君がまずヒーローにめちゃくちゃ憧れているところからスタートしてます。子供の頃でヒーローの現場を一般市民が撮った動画を、後ろがね瓦礫と火にまみれている中で、市民たちはたくさんもうこんな背負ってね、筋肉ムキムキの金髪登ってくるのね。この動画を見てデク少年はですね、うわーっていう感じでキラ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 っていう、もう憧れです。もう大丈夫、私が来た、かっ
っこいいヒーロー、まあ、子供の頃はもう誰もがねヒーロー憧れると思うんですよ。その動画を何百回とね、お母さんもう一回動画再生してやみたいな、もうめちゃくちゃ憧れ的な存在です。はい、でこのオールマイトという男なんですが、誰もが認める平和の象徴としてかなり崇められています。どんな状況でも人々を救ってくれる、そんな彼の姿勢にデクショーね響いたわけなんですよ。登場人物たちが実際に言葉に発するんですけども、もうこいつ画風全然違うじゃん、キャラクターたちも込みを入れてしまうぐらい存在感がとにかくすごいです。まあ、そんなねオールマイトに憧れるんですけども、医者からですね通告されたのが、君は無個性だね。このね無個性はもうヒーローを目指す人にとっては致命的です。生まれながらに平等じゃない、これが弱い4歳にして知った社会の現実だった、そして僕の最初で最後の挫折だ、というですね、ナレーションがですね本作の冒頭で語られるんですけども、無個性ながらも夢は諦めきれない、自分もやっぱヒーローになりたい、守られるんじゃなくて守る側になりたい、ヒーローたちの特殊技とかね生い立ちとノートにたくさん12、3冊書いてるんですけども、誰よりもヒーローの情報を知ってるぐらい完全無欠のオールマイトが通ってた UA 高校っていうのがあるんですけども、そこに入学するというね固い決意を持って入学するために頑張って勉学を、まあ、そんなある日、まあ、市民を脅かすヴィランに遭遇してしまいます。ヘドロ系のタイプで体に巻き取りついても息ができない、もう絶対絶命っていうところに現れたのが、なんと平和の象徴オールマイト。でこのオールマイトなんです、個性がワンフォーオール、調べてみますとこの後話しますデクとオールマイト使用する個性となっております。このオールマイトなんですけども、基本的にも肉弾性脳筋タイプのキャラクターとなっておりまして、そんなねオールマイトに命を助けられます。憧れの存在もう目の前にいるというわけで嬉しくて嬉しくて、で質問します。個性がなくてもあなたみたいになる、ちなみにデク君ね声高すぎて真似しようと思ったんです、できなかったんでちょっと普通に言いますね。個性がなくてもあなたみたいになれますかと敵を倒した後なんで、バーッと血を吐いて、なんとあの筋肉ゴリゴリのやつが腕めちゃくちゃ細くなって、顔も頬骨もげっそりしてくぼんで体も細いっていう姿になんと変化してしまいます。オールマイトを語ります。呼吸器官半壊、胃袋全摘、度重なる手術と後遺症で憔悴、私のヒーローとしての活動時間は今や1日3時間ほどなの。プロはいつだって命がけなんだよ、夢見ることは悪いことじゃない、だが相応の現実を見なければな、というわけでなんと憧れのヒーローから現実を見ろと言われてしまいます。ずっとね子供の頃から思ってた夢なんでモヤモヤ感が漂う。その帰り道デク君の幼馴染カッチャンね、このカッチャンなんですけども、アニメ放映時はですね2016年今の時代のアニメでこのセリフ言ったらダメだろっていう言葉をねめちゃくちゃ連発します。今の語気とかは使ってんのかな、こういう言葉めちゃくちゃ目の敵にします。でこのカッチャンはね爆豪カツキって言うんですけども、個性が手のひらからですねニトロのようなものを出してもう爆発させる能力を持っています。まあそんなカッチャンでもデク君にまとわりついたあのヴィランがねもう息を押されているところ、デクがそれを見てしまいはぁーっていう感じでもう体が勝手に、まあ、この辺は考えるんじゃなくて体が勝手に動いちゃう。ちなみに街中で起きておりまして、こう一般市民も集まってるのね、他にヒーローたちもいるんだけども、その場所がもうすごい狭い路地裏なのね、なのでめちゃくちゃでっかい巨大化するヒーローもいるんですけども、そこ行ったら多分街壊しちゃうとか、攻撃タイプじゃない守る系でヴィランと相性が悪くてその場に行けないとか、その被害を食い止めようとしてるヒーローたちがいるけども、そいつに立ち向かっていく攻撃系が今いない状態。そんな中でデク君がお前自殺行為だろ危ない、無駄死にすると止めるんだけども、自分のねヒーローノートの中で頭バーって考えながらもバーッと走っちゃう、カバンを持ってうらーってデクにぶつかる。でただね、まあ、普通の人間がでかいもうぐちゃぐちゃモンスターにねやろうとしてもうこうやってカッチャンを救おうとするんだけども、手がもうぬる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 滑って何もできないのね。でそこで敵はおらーって来るところになんとですねオールマイト誕生します。電信柱に手をついてこう見るんです。情けない、情けない、本当に情けない、君に諭しておいて俺が実践しないなんて、プロはいつだって命がけ、デトロイトマス、パンチでベチャベチャのやつをバーンって吹っ飛ばしたのね。かっこいいね。後ろ向いてこう手を拭いて見返る笑うところにヒーローとか市民もうわーって叩えるんですよ。やっぱオールマイト最高。デク君に関しては目前で気絶ですよ。でそんな帰り道ね、まあ、トコ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 帰ってる時にオールマイトが走ってきます。細い体で、でここでね名シーン、考えるよりも先に体が動いていたと、君はヒーローになれる、君なら私の力受け継ぐに値する。もうデクがお願いします、高いや高いんだよな、お願いしますって言って、能力はね自分の個性ではなくて受け継がれてきたものなんで、それを君に受け継がせてあげようではないか、弟子と師匠みたいな感じになる。ちなみにここまでが第1話です。もうとんでもなくね密度が濃いです。この後ちょっとキャラクターを紹介していきたいと思います。
この第1期を見て印象的に残ったキャラクターを紹介していきたいと思います。まずはいこちら、うららかお茶子。お茶子とはですね、監督と接点がありまして、なんとですね、誕生日が一緒です。12月27日。愛着が湧いているキャラクターです。ヒーローになった理由がです、家族に苦しい思いさせたくないためっていうね、家族思いのところ。はい、で続きまして、緑谷ちゃん、つゆちゃんと呼んで。つゆちゃんに関してもですね、ビジュアルもさることながらですね、なかなか癖が強いキャラクターなんですけども、こういうキャラクター結構好きです。監督、カエルが正直嫌いなんですよね。子供の頃、うちの親父の祖父の家が農家で米やってたんですけども、まあ、そこでね、子供の頃畑で虫取りとか、その時ね、カエルをね、手で掴んじゃってアトピーになってね、病院行った過去がありましてですね、リアルのカエルを目の前にドンと出されて、まあ、触ってくださいってね、言われたらちょっと無理ですって言いますけど、つゆちゃんはいい。はい、あと主人公デク君、ライバルである目の敵のカッチャン。いや、カッチャン結構いいんだよ。性格は結構悪なんですけども、男涙を流すとこ、実地試験でね、なんか2人ずつチームを組んで争うシーンがあるんですけども、そこでね、負けちゃうんですが、ぶっちぎりで一番強かったけども、 UA 高校に行ったら自分と同じぐらいに互角に戦える、むしろ逆に上にいるんじゃねっていうやつを見て、めちゃくちゃ悔しいなっていう。デクはね、反則的なワンフォーオールの特技を持ってるんで、男涙っていうか悔し涙、なんかすげえわかるなと思いました。いいセリフ、こっからだ、いいか、俺はここで一番になってやるっていうセリフを言いながら男泣きしてんだよ。かっちゃいい。努力してもね、あっさりそれを超えてくれるやつ。中学校では結構オラオラ系、机に足を置いてやってたりしたんだけども、 UA 高校に行くと結構いじられからなってるね、爆豪を見てると、なんかね、いいかいいなって思いましたね。あとですね、監督個人的に気になるのは葉隠れ徹。いや、監督の名前本名徹なんですけども、やっぱ名前一緒だとなんかちょっと気になるよね。透明人間です。でかつ女子なんですよね。一気でですね、体が見えなかった、完全に透明状態なんで、どんなにキャラクターかわからないですよね。ただ声は明るくて気さくで天然が入ってるキャラクター、今後同じ名前として気になる存在ですね。まあ、あとフィギュア化されないよな、これな。あとミネタ君、ミネタ君も二頭身なんですよね。で頭の3つかなついてて、そのもぎってなんか投げたりして、でそのもぎったやつはペタってくっついちゃう。反対はペタってつかないで、もう反動で反復横跳びとかも右と左にブヨブヨ置いて、ペペペペペペーンってなんで、もう回数ブルブルブルーンってもうトップみたいな、思ったことをすぐ言っちゃって、あと女好き、振り切ってていいな。まああとですね、成績優秀のヤオロズ、モモヤオモモ、この後ろにバッグがついてるんですけども、このバッグに物質の構造とかがあって、この物質の構造を自分の頭で理解できていたら、そのものを体の中から出すことができるっていう、なんかすげえやつ。推薦入学でトップクラス。個人的に好きなキャラクターが飯田天也。委員長タイプなんだよね。 1A をまとめる超真面目で超エリート一家の中の次男なのかな。クラスメートの中で委員長を決めるっていう回で、みんなね手を挙げる、成績に関わるから。飯田くんもなりますって言って、絶対委員長も立候補するんですよね。ただそこで投票制度をやろうというわけで、なんと飯田くん自分に投票しないでデク君に投票するんですよね。デク君のその今までを見てて分析していいっていう。この委員長マジでいい。天野くん熱い。あ、それからですね、雷、電気を操るんですけど、こいつのキャラクターいいところは、すごいね、雷放電して必殺技を出すことができるんですけど、それを出したらバカになるっていうね。こんな感じで、その技を出しちゃうと、まあ、デク君と同じだよね。パワー出したらもう全部ボロボロになるみたいな。雷に関してはバカになるから、使いたいけどちょっと使えないなみたいな。いやーいいね。アニメーション会社がボンズなんですけども、一つ一つの画力がすごい。パンチシーンに関しても、カット割りがパーンって、デク側、カッチャン側って感じで、顔面がすごいアップになって、こうね、こういう感じのカットのね、切り返しがすごく良かったです。あと、音楽の入れ方がすごいんだよね。音楽って、ただ曲に貼ればいいってもんじゃなくて、そのね、映像と合った、そして音楽の入る段階と、あと下げていく段階。下げるんじゃなくて、印象的なところで、一緒にパッって消えるところとか、そういった意味で、ヒロアカの音楽、いやー、熱いヒロアカ。今現在ですね、監督1期全13話を見ているんですけども、このレビュー動画が上がった後に第2期見ているかと思います。第2期、いや楽しみだなぁ。2期3期4期5期もあるんでしょ。で映画も3本あるんでしょ。いやー楽しみ。ここにあるつゆちゃんのビッグルミナスサンドですね、こちら予約しました。なんかね、つゆちゃんグッズ欲しいな、デスクに飾れるものが欲しいというわけでこちら買いました。商品届いたんですけども、でかいな、もうこのサイズですよ。でか、まずこれがですね、アクリル部分ですね。おーでか。使用方法はですね、電池今入れたんですけども、はい、こちらもついておりまして、ここに、今電気ついちゃったんですけども、ここにつけることによって、給電しながら、電気をね、つけることができます。光、あ、かっこいいな。じゃあ差し込んでいくか、こっちかな。差し込んでいくと、ここに電源ボタン、これを押すことによって、色が、はい、変わって、ホワイト、赤、電気消しましょうか。ちょっと今、ライトを消したんですが、白、黄色、青、
紫、長押しすると消えるというわけですね。いやこれはいいね。というわけでですね、こちら3000円ぐらいするんですけども、めちゃくちゃ大満足な商品となっております。興味がある方はですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひポチってください。はい、というわけでですね、このチャンネルではですね、監督が大好きなもの、アニメだったり映画だったり、この商品おすすめだなと思ったら、その商品ですとか徹底的に紹介しておりますので、興味がある方はですね、ぜひ今チャンネル登録をしてください。ではまた次の動画で会いましょう。マイヒーローアカデミア学園バトル、学園バトル作品発売翌週、ハシュバ劇場版は3本出ております。ヒーロー即死、本編はキックスタ、個性が見て個性、実施実機一つ、あ、僕たちはああって感じで、こうやって